ラマセタ、こんばんは。TNN シンククさんでいいかな。ちょ、販売会もええけど、ちょっとキヒカさんのか、はん、かも。あきこさん、こんばんは。あら、楽しそうね。うん。みんな毎回来てくださったらありがとう。その後のキイカさんの配信に行った、私すごい勢いで締め出されたよ。あ、くにじさん、こんばんは。もうくにじさんも81においで。難しくないから私インストールできるまで付き合うよ。めっちゃ楽しいよ、くにじさん。よかったらおいで、私協力しますよ。よかったら楽しいよ。私くにじさんに来てほしい。かー、かずかのやさん、ありがとうございます。こんばんは。ぬぬさんもこんばんは。あ、ほうめいさん、こんばんは。なあ、きひかさんの配信すごかったな。ちゃえのごさん、こんばんは。うん、キティガチャガチャさんもこんばんは。うん、ますみさんもこんばんは。みーた、よう、ちゃえのごさん、私秒で締め出されたんやけど、なんかさ、2回配信した?フリートップさん、こんばんは。キヒカさんの配信行った、誰か。ヤダモンさんもこんばんは。のぞみさんもこんばんは。キヒカさんのとこ行った、私。すごくなかった。そう、なんのこっちゃらわからん方のために、ちょっとちゃんと説明せんとあかんの、ね、悪とばっかりじゃようわからんな、ごめんなさい。すごいな、あの人伝説の女やな。やっぱり私かなわんわと思ったわ。かなわなあ、ちゃんのこさん伝説さん、なあ、私のキイカさん、いろんな意味ですごいよっていうの伝わった。あ、さとみさんもこんばんは。1回目まだペルトさん閉店途中。そうな、まだ閉店したらね、待ってよって言うとね、もうあの人配信したの。ああ、今日も楽しませていただきました。さとみさん、ありがとう。ムベンさんもこんばんは。伝説間違いないだろ。チャノゴさん、だからキヒカさんもすごいんやって。とてもじゃないけど叶わないの、わかるでしょ、私が。ゆかりんさん、こんばんは。ペルトさんが名前呼んでる時に始まって、あっという間に終わってた。ヤダモンさん、お疲れ。名前変えてきた。あ、はるかさんや。ああ、わかった。え、ごめんなさい、はる、名前変えてもらっちゃった。はるかさんや。もうはるかさん笑ったな、閉店より早く。ごめん、昨日は泣いたけど今日はちょっと笑いすぎて配信にならん。キャラなのよ、あの特別な人しか見ることができないコスプレなんですわ。そう、ムベンさん、キヒカさん、早い。さっと終わって、やばい、あー、ゲー吐きそう。落ち着け、ゲー吐くぞここで。まずい。
てのライブ配信でインスタの史上最大笑った、なんか笑いすぎてこの涙出てきた。やべえ、マスミさん、キーカさんギリギリ間に合ったけど、あれは2回目だった。違うの、マスミさん、私もそのタイミングだったの。私も2回目に行ったんだね。やばい、死にそう。私、ちゃんと説明しないとだね。私の尊敬する世界のテルテルトだよ。キヒカさんがありがたいことにというか嬉しいことにライブ812のライバーさんとしてデビューされたんです、今日からね。おめでとう。おめでとうで嬉しすぎて涙出たって、嘘じゃん。もうあの女は、あの女って言ってしまった、ごめんなさい。キヒカさん、こんなにどでらいと思わんかった。うえぇ、すごいね。スターっていうのはこんな感じなのな。さよならさん、やべえ。おけいさん、お疲れさん。2回目は商品一覧見てたら終わったのよ、びっくり。すげえ。ティアラハンドクラフト、ハロー、テリマカシー、ハロー。何がそんなに面白い。何がそんなに面白いって、もうだって、私も2回目に入ったと思う、思う、入れた。ホーメンさん、無事入れたの。はるかさん、最後名前呼んでる時にみんなで始まった、終わったってコメントで。すぐ終わったよ、私もすぐ終わった。ね、ごめん、ユミレイさん、わからんな。私もレアで2回目にギリ入れたの。でも入った時にはさ、そう、おきゅうさん、ちょっと爆笑やった、キヒカさんが爆笑した。伝説すぎたよ、あのライブ配信で、あんなライブ配信だったら生まれて初めて見たよ。ていうか、私が入った瞬間にはもう終わりの挨拶だったの。これはちょっとコメントが読めないなとか言いながら、なんかもう、はい、ありがとう、さようならっていうと、私がやっと入ったと思ったらさようならだったの。もう、すごいね、なんか本当に大物ってこういう感じなんだね、すごいね。あのね、ユミヘイさん、私わからんやろ、違うの、キヒカさんが、生きるといいね、ライブ812のライバーさんとして。見ても昨日泣いたけど今日も泣き、笑いすぎて泣いてるの。やばい、息整えろ、呼吸困難、やばい。だってさ、それでキーカさんがね、まだライバーとして初めての配信をな、全然慣れないからね、あの、一緒に練習していこうかなんていうことを、私見に行くよなんて言ってたんですけど、もうあの大物なんでね、もうすでに何人かに見つかってるのよ、キヒカさんはね。でもなんかここのチームペルトの何人かにもフォローが入ってんだわ。でそれはいいんですけど、夕方に1回配信してみるわって言うから、あ、私じゃあちょっと見に行きますよっていう感じで配信を待ってたの。そしたら待ってる間にね、私電話がかかってきてしまって、あ、見ようと思ったら電話がかかってきてしまったと思って、あーって思って、あ、電話に出てたの、ちょっとだけ話す、ちょっと話すだけだから、すぐ、ごめんなさい、ちょっと私用事だけ聞いてすぐ切りますっていう感じです。結構早く切ったんですわ。そして、あ、私キーカさんの配信、よっしゃ見に行こうと思ったらね、キーカさんから LINE が来たの。でね、えっと思ってキーカさんの LINE を見たらね、終わりましたって書いてるの。えって、でね、ってなって、今始めたのにと思って、行こうと思ったらもう切れたから、えって言ったら終わりました。キーカさんの配信秒すぎる。
で行けなかったんですわ。でキイカさんごめんって電話がかかってきてすぐ行こうと思ったらもう終わったのって言ったらそう5分で切りましたって言ってマジかと思って、でいや私キイカさんの配信聞きたかったって言ったらまた今度ねみたいな感じなんですわ。すげえマジでビッグな人ってこうなんだね。いやすげえね。そんでさっきまで私あのライブ812で販売会をさせていただいてたんですわ、あのいつものね。でそれで販売会が無事に終わった時にキイカさんのことをちゃんと皆さんに紹介させていただこうと思って、キイカさんがライバーさんになりました、ライブ812 の、 あのライバーさんとしてアイドルデビューされたんでね、皆さんよかったらフォローしてくださいなんてご紹介をさせていただいて、皆さんもそれでフォローしに行ったりとかっていうことをしてたんですわ、いつものみんなのメンバーがね。そしたらよ、もうこのノリだったらさ、キイカさんもそこのライブに来てたから、来てらっしゃったんで、あのもうこの流れだったらもうキイカさんちょっと配信しちゃえって、みんなもキイカさんの配信聞きたい聞きたい見たい見たいってなとか、いけいけやろうやろうって言って、その私のライブの間でキイカさんやろうって言ったらキイカさんがとか言うから、いや頑張ろうやろうやろうって言ったら、みんながあなんか音声なし配信っていうのができるんです、あ音声の画像カメラなし配信っていうの、音声のみ配信っていうのがあるんですわ、声だけで出演できるっていうね。声だけの配信をあのだったら大丈夫じゃんって、別顔出ししないし、お化粧ちょっと剥がれてきてたからとか言うから、じゃあいいじゃん声だけでやればいい、みんなも聞きたい聞きたいって言うから、分かったじゃあ私この配信をみんなのおさよならのご挨拶をするからね、キイカさんの配信私も見に行きますわ、みんなで行こうっていう感じで、私さよならのご挨拶するのに最後までいてくださった方のお名前一人ずつ読ませていただいてたる間に、どうもあのむっちゃくちゃ私まだ配信終わってないのによ、もうほんなやろうか言って、もうキイカさんのタイミングで勝手に配信し始めてたみたい。私終わってないのに。でね、私の知らない間に配信を1回目をもうやり始めて、しかもねそれを秒で終わった秒で終わらせたみたい、私がまだその読んでる間に秒で終わらってるのよ。あれどういうことだったの、わからん、何を喋ったのかわからないですけど、私の配信中に1回目をやったみたいね。で、ああやばい吐きそう。で私配信終わってキイカさんの配信が始まるのを待ってたんですよ、キイカさん配信まだかなーってね。そしたら配信始まったと思って、よし行こうと思って、あ、キイカさんの配信、あれいなくなった、あ、やっぱいる、行こうと思って入ったら、もう終わりの挨拶してたの。みんなありがとうございました、じゃあさようならとか言ってバチャって切れたの。ちょっと待ってついていけないんやけど、私インスタライブ、初めてインスタライブさせていただいた時、初めてね泣きながら配信した時、ログも残ってますけど、私60分の限界マックス喋って足りなくて2次配信、2回目の配信をしてるんですよ、わかります、話したいこととか思いが下手くそすぎて、一生懸命話しすぎて時間も気にせず話して60分も話してしまってたんですね。だそれがキイカさんは全く逆よ、秒で締めるの、なんかみんな追い出されるの、全員がせっかく集まってるのにバシャッと締められて、バシャッと全員追い出されるの。あのね、私ギリギリ見れましたけど、最後のちょっとだけは、あの初めての配信でいきなり視聴者45名ですよ、で秒でやめたから45人もの人が見てるのに、コメント欄は早すぎてとてもブラーってスロットみたいになってるの、みんながいいねをしてそんな状態になってるのに、キイカさんじゃあさよならってバチャって切ったの。誰もキイカさんと話ができんかったっていう、あの人伝説やわ、すごいわ、あー死んだ死んだ、あーそうキイカさんを楽しませていただきました、もちろんソロをさせていただきました。ちゃやなおさん秒で楽しめるって幸せな配信ですよね。やだもさん2回目お疲れ、もうなんかさすごかったね、いや本物ってこんな感じなんだね、私さキイカさんにはかなわんって改めて思ったよ、癒し声に癒されてたら秒で終わって笑っちゃう。なんかでも聞けた増井さんはあのまだセーフ、ゆきえさんこんばんは、いらっしゃいませ。ビビさんピンクの見ましたよ、キイカさんのあっという間の2回目の配信も見ましたよ。
すごかったね、凄まじかったね。もうエミさんがさ、変な話ポンコツなコメントする間もなくしまったね。秒で締め出されたね、みんな全員45名ぶち出されたね。えらいことよ。ムベンさん閉店と言ってる時にキヒカさん配信して終わったよ。てごめん。そうやったんや。な、キヒカさんの配信ってカジュアル、カジュアルだね。あ、あれは2回目だったのかな。笑いすぎて泣いた、ごめんおめえさん、マジで最強だわ。始まりから終わりまでで蛍の被害が足りすぎた感じ、素敵すぎる。みんなキヒカさんのスカート変えた。キヒカさんのスカートの問い合わせできた。だって早いけって言うから焦って配信したのに、ベルトが終わってなかったからもう一回やってみた。わかるよ、わかったわかった、そこまではわかるけど、じゃあもう一回やってみた配信なんでそんな秒でやめたの。ゆきえさんがキイカさんのライブ秒殺、それな、私やっと行けたと思ったらもうさよならの挨拶してたんですけど。キイカさん素敵でしたよ、声とおでこが素敵すぎます。そうか、お疲れ。3回配信して全部で8分。なんでそんなあんたレアキャラなの。キイカさん合計8分だから、1回目がだから夕方が5分話したんだから、私たちといた時間は3分よ。いや厳しい、激戦すぎて私最後のほんと10秒入れたか入れなかったですよ、本当に秒だよ。ユミヘイさんもう難しいの、キイカさんの配信聞くのは。本当スターってこんな感じなんだね。キイカさんすごいよね。キイカさんの声、話し方、癒し系でよかったです。聞けてよかったね。聞けなかった人おるよ、やなもんさん。うちのマネージャーがキヒカさんの初配信を楽しみにしていたので、私この812の配信が終わった途端に LINE でマネージャーに、キヒカさんこれから配信されますよ、よかったら見に行ったらいかがですかって私のマネージャーに一応言ったの。そしたら、あ、そうなのってマネージャーが秒で返してきて、うんって言って、それを切った後にね、私キヒカさんのとこに行ったんすわ。そしたらさようならでバシャってもう閉められたの、あれって。そしたらあのマネージャーからもう一回 LINE が来て、あれあれどこどこどこってマネージャーが探してるのよ、キヒカさんが。ね、だからね、私マネージャーに、あのすいません終わりましたって LINE したら、マネージャーがえって。あのね、うちのマネージャーもね、まあまあこのグランドオープンしてからいろんな配信者さんを見てますよ、うちのマネージャーは。なかなかなライバーさんの配信をいろいろ見てらっしゃいますよ、うちのマネージャーはね。だけど伝説すぎてマネージャーもついていけん、この超激レア配信。マネージャーはごめんなさい、間に合いませんでした。ユミヘイさん面白いね、もうほんと笑うね。あ、こといろ、ことあかいろさん、こんばんは。カズミンさん、キイカさんの配信3回中2回見ました。すごい、本当に秒でした。笑いすぎて腹痛いです。なあなあ、カズミンさんはさ、キイカさんのさねえ、ブラウスお願いしに行ったでしょ、つなんかあのキイカさんとこだから、キイカさんに会いたかったでしょねえ。2回会えたはいいけど秒すぎてさ、出されたよね、うちら全員。すごいね。45人も見てたのに、バシャって締め出したね、全員ぶち切ったね。すごいわ。さあ、とも、うんとも言わせてもらえんかったよね、全員。もういいね押すんで精一杯。ああ、ひまわりさんお疲れ様でした。キイカさん見れませんでした。ひまわりさん。次の配信楽しみにしてます。それな、あのね、ひまわりさん大丈夫、あの私も次の配信楽しみにしてますので。あ、さよならの挨拶に間に合ってよかった、やいやって。
早かったわ、お姉さん。私一応さよならは聞けたわ。でもさよならってコメント書く暇はなかった。コメント欄を開く暇もなかった。もう締め出されましたわ、バシャッと。怖いや、弓江さんスロット閉店。それ、あきこさん行きたかった？神回。あ、もうあきこさんなんてさ、もう大丈夫よ、間に合わんかった人いっぱいいるから。かずみさん45人締め出したぞ。あの女は伝説よ。コメント打って、配信前に締め出されましたって。千春さんもマジお疲れ。 お疲れさん。ゆみえさんすごいよ、ひひかさん。私前からすごい人ですよっていうのは紹介させていただきますけど、まさかここまですごい人とは思いませんでした。ごめんなさいね。私やっぱひひかさんにはついていかれん。やっぱ雲の上の人っていうのはこういう感じだわ。むべえさん、ひひかさんの雲の上度分かったやろ。コメント打ってる間にさーっと終わっていく。もうみんなに喋らせないの。私の声だけ聞いときなさいっていうやつよ。もうみんなに、あともんとも言わせないやつよ。もうハートだけつけなさい。私ギフト送んなさい。もう以上よ。みんなおやすみなさいって言いたいこと言ったら勝手に切るの。聞くのが難しいライブ。難易度 S 級です。芸能人より難しい。ゆみへいさんすごいですわ、この激戦率。私腰抜けましたわ。すごいね。雲の上の人のすることはやっぱ違うわ。2回あったんですよね。私も知りたいよ、ゼロシリさん。2回あったの？私、最後の1回、さよならっていうのはちらっと聞けただけよ。私は、キヒカガールです。うん、そうやね、チャイナゴさん。ぜひとも次はもうちょいごゆっくりご視聴くださいませ。ぜひともね、私もそれを望んでる。あー、ラッキーストさん、ハロー、ハワイユー。インドネシアの5時間のおばちゃんが追っかけてきた。えらいこと、逃げてたのに追っかけてきたぞ、5時間のおばちゃんが。ハロー、テリマカシー。ヨゼノシロさん、癒しの声でした。聞けてよかった。そう、かよさんも止まってるやって。そうなんだね。激レアやったな、ブベンさん。うわ、激レアやで。次の配信楽しみすぎて、みんな、ね、問い合わせして。エビコムコさんも、こんばんは。ありがとう。笑ったな。ひまわりさん、これから徐々に慣れていくんじゃないでしょうか。あ、違う違う違う。これから徐々に私たちがこれに慣れていくんだよ。っていう感じだと思いますよ。雲の上の人のすることなんでね。みんなスカート変えるんかな？私もうスカートみんなが変えるのかし、ちょっと、これはすごいぞ。激戦だな。あみだくじしとる暇もないぞ。すごいね。みんなこれに慣れていこうね。ビビコモコさん、こんばんは。ありがとう。最後の1回見れました。いいねが精一杯。私もです。ことはカエルさん、私もいいねを押したらもう消えました。私出されました。おいで、いや、キヒカさんさようならって言ってる。いいねだけは押さなきゃ。バシャ、終わりました。すごいね。はっちゃー。ラムノブさん、こんばんは。かよさんも、こんばんは。ユミヘイさんが、死ぬほど笑ってるわ。ユゼナシロさん、ペルトが最後の挨拶してる間に始まり、ご挨拶で終わりました。戻ったらペルトさんのご挨拶続いてました。キヒカさん、ペルトさんのライブ久しぶりにお邪魔しました。あ、かよさん、ありがとうございます。さなえのじさんも、こんにちは。来てくださってありがとう。いや、キヒカさんの配信すごいね。 もう私秒で出されたよ。あれはライブ配信っていうより、私の中ではボイスレコーダーだね。ボイスレコーダーよ、私の中では。あれはボイレコ流したみたいな。もうで、流し終わったら閉じたみたいな。 あー、すげえ、スターってすごいね。あー、ペルトさんのライブ久しぶりにお邪魔しました。ありがとうのかよさんの後に、なつきさん、こんにちは。コメントありがとうございます。 いやー、マジでキヒカさんのライブ配信が面白かったで。私これ30分くらい喋ってるの、もしかして。やばいな、ちょっと笑った。何時からまた始めたか忘れたスタイル。あー、やばい、笑いすぎて私ちょっと気がおかしくなりそうだわ、本当に。すごいね、キヒカさんって。みんなよかったらね、ライブ812の方に、こんな風にみんなの仲間が仲間入りし始めていますよ。そう、キヒカさんがまさかのアイドルデビュー、ライブ812にタレントとして正式に契約されましたわ。大物になるぞ、あの人。やばいね。ボイスレコーダーやろ、ほうめいさん。かずみさんも笑ってるわ。ちょっとお茶飲まして、ごめん。私、喘息が発作が起きそう。
恵子さんが出てこんもん。だって恵子さんは完全にこれな、あの喘息の発作が起きとるぞ多分。もう私のインスタライブに帰ってこれない。恵子さんは多分キヒカさんの配信で、まあ喘息発作でも今呼吸困難ぐらい笑っとるぞ。うーん、強いわ。ボイスレコーダー配信だよね。もう言いたいこと言って終わります、はいさよならみたいなさ、すごくないや。今日は81にいろんなところを覗いてきました。うん、いろんな方がいて楽しいです。うんうん、私もひまわりさん一緒になったね。あの、あ、お名前忘れちゃった。一緒になったね、よかったね。歌うまかったね。なんかしばらく私鼻歌であれ歌ってましたわ。楽しいね、いろんな方のとこ行くの楽しいね。私もそう思いますわ。そう、でもキヒカさんが一番衝撃やったじゃない、ひまわりさん。あの、行かれんかったっていうね。こんだけ いろんな配信者見てらっしゃるひまわりさんが、まさかのキヒカさんの配信は行けないっていうね。大丈夫よ、あの行けない人いっぱいだから。すごいわ、あの人伝説やな。喉のケアしてくださいね。あのムベンさん、私キヒカさんの配信 のおかげで、あのなんか5時間喋っても大丈夫な私の喉が笑いすぎて、ここの20分で死にました。キヒカさんの配信でもう私の喉が死ぬほど笑いました。もう、すごいね。コメント打つ暇なかった。ペルトさんに名前呼ばれてすぐに出て、うん、フォローしたらすぐに始まってすぐに終わった。エミさん、わかる。すごい、ね、レアキャラすぎてもうみんな秒で締め出される。3分経ってないけどって。やっぱな、あのゆぜのしろさんも、あのやっぱあれよ、キヒカさんっていうのはな、あのすごいね、あのスターだわ、スターだわ。もう言いたいこと言って切るのよ。みんなが何十人聞いてようが、何十人が来れてなさろうが、もう一回切るのよ。もう入って私のタイミングですけどって、はコメントさせませんけどみたいな。すごいね、はあ、いやすごいわ。私も81にいろいろ見てました。チームペルトがいると嬉しくなります。ペルトさんがいるともっと嬉しい。だって私も嬉しい。はるかさん、なんか一緒になることあるな。私も結構うろうろしてるの知ってるでしょ。そう、私もあのオレンジの花見つけてチームベルトがいるとほっとしますわ。みんな楽しいね、楽しい。なんか素敵だな、可愛い方でした。緊張が見えましたもん。ゆでのしろさんが死ぬほど笑って、死ぬほど愛ある言葉を選んでコメントしてくれとる。でも笑とるやろ死ぬほど。みんなも、うえ、もう恵子さんがコメントできない。恵子さんはもう浮上できない。もう恵子さんはどうかなったわ。もう無理よ。もうね、キヒカさんの破壊力すごいね。私ビビったわ。ゆせのしろさんも大概笑ったでしょ。私ちょっと正気をと取り戻すまでだいぶかかりましたよ。はあ、今日はすごい日やと思いましたね。ねえ、笑った。そんな感じで、もう、ライブ81にもおかげさまでね、たくさんの方に、あの、来ていただきました。あの、販売会ね、ありがたいことに、本日販売のご案内をさせていただいた、あの、ガマグチポーチもありがたいことに完売。ありがとうございます。そう。里鴨さん、こんばんは。里鴨さんは、キヒカさんの配信に、行けたの？な、行けた？私最後さよならって言われた、入ったら。ゆびへいさん、キヒカさんフォローしてきました。お疲れ。あのな、フォローしたら入れると思うなよ、思うなよ、ね、思ったらダメですよ。私フォローしてますからね。フォローしててもね、間に合わないからね。みんなすごいぞ、激戦よ。ゆびへいさん、フォローしても入れると思ったらダメ、構えてて。マジすごいぞ。キヒカさんのライブ激超激レアすぎて商品買える気がしない。あのね、私もそう思う。え、何カズミさん、キヒカさんすごく緊張してゆっくり話しててほっこりしたけど秒で終わるっていう。
行けてない里鴨さん、行けてないの。私里鴨さんはピャって行ったかなと思った、フットワーク軽めな感じで。焼きひかさんレアやわ。あやかさん、フェルトさん来て緊張してたみたいです。あやかさん、あーそうなんや。でも歌うまかったな。なんか歌の声が素敵だったね。ゆみへいさんマジで入れないぞ、秒で動かないと見れない。 ゆきえさんそれな。いやごめん、私もでもごめんなさいね、私も自慢かもしれないですけど、なかなかの配信者は私もまあまあ見させていただいてますよ。あのライバーさんの812のね、結構楽しいんでね。けどあんな入れない、あんな秒で入れない配信者は初めて。みんなビビったね。ゆきえさんビビったでしょ、キリカさん。ゆみへいさんマジですごいぞ。里鴨さん入れんかったってなかなかよ。いやーただものではない。みんなスカートとブライス変えるの。ムメンさん携帯握りしめてないと、それな。もうあれよ、うん、覚悟して。私も覚悟したわ。2回目の配信通知が来てフォローのとこに行ってもキイカさんが表示されなくて、あれあれってやってたら入ったら終わりました。私もそれない、ゼロシロさん。私もね、キイカさんがねフォローのとこいないよと思って、あれあれあれと思ったらパッて一瞬現れたと思って行ったらもう終わったの。さようならって言われてバチャって閉められたの。かろうじてさようならは聞けたっていう感じ。ことわカイロさん、まさかペルトさんのライブが終わる前に始まると思って、頭打った。あのね、私が配信してる途中に始めたら、私はもちろんいけないし、私配信聞いてる人はいけないのよ。だからね、ちょっと待ってねって言ったらもう始まってたんでね。いや、ことわカイロさんすごいね。明日は頑張るさとか。のフォローさん428人だったかな、400人超えて嬉しいですね。遠くに行かないでって感じ。あ、そうなん、エミさん。あ、そうなん、すごいね。あ、ありがとう。遠くに行かない、ずっと一緒。私エミさんとはポンコツチーム、チームポンコツね、ずっと一緒一緒一緒、何も変わらんわそんなもん。でも嬉しいね、ありがとう。そんな見てくれてるんや、私フォロワーさん見てなかったわ。ちょっと私キヒカさんの締め出されたショックでもう呼吸困難ぐらい笑いましたわ。ライブが重なって、はるかさん、はるかさん、ライブが重なって、え、どうしようってなりました。わかるよ。あのね、キイカさんはそういう女だわ。あの、私にかぶせてくるの余裕よ、私。あー、笑った。いやー、すげえいいわ。あー、こんだけ笑ったら何。そしてペルトさえる早く終わった。いや、キイカさんのマイペース。あ、キイカさん、いる、いない、いない、いる。もういいの。キイカさんはキイカさんのペースなのよ。もう今日寝たんじゃない、わからないですけども。キイカさんはスーパースターなんでね。みんな明日ちょっと頑張ろう。私もクソ、明日頑張りたいわ。わずかに聞けたキイカさんの話では、明日、明後日は無理かもですが、来週頑張りますって言ったような、なんせ早すぎてわけわからない。痛い。ちょっと待って。やべえ、千春さん大丈夫か？来週宣言だって、今週まだ木曜日よ。あ、いた？ちょ、いたよ。キイカさんおるわ。こわ、おるしな、ほんで。おるし。カズミさん、明日、明後日、キヒカさん配信はし、来週かも？明日、明後日はお店かも？あー、ほんまやな。あー、なるほどな。ハピリーの販売や。いや、でもさ、ごめんけどさ、あんた、ハピリーの販売も忙しいですけどね、あなたちょっと、難しすぎるぞ。来週もみんなもう来週手汗握って、来週ずっと手汗。
こんだけさレアキャラなくせに来週っていうざっくりした予告ね、みんなどぎも抜かれるね。すごいね。いやすごいわ。はるかさん分かります。え、ペルトさん終わってないよ、キリカさんのとこ行く、どうしようってなった。それな、私が一番思った。私行けないやんっていうね。いや強いわ。千春さん気をつけろ、おるぞ。本命さん、キリカさん話は1時間では足りないのにね。私本当よ、私このキリカさんのさ本当数分のこあの配信について私もう1時間以上話せますよ。伝説すぎて。みんなもそうだよね。これだってさ、あ絶対オフがいるぞと思ったみんなこの締め出された全員のな、キヒカさんの配信行けたの聞けた、コメントできた、スカート見れたっていうオフ会がいるぞと思いましたわ。じゃないとみんなこのままさ、私もキヒカさんも終わったらね、みんなだってさ爆笑して終わりでしょ。なんかもうちょっと待って本当ってなって終わりじゃないですか。うちらこれ明日やってみるわ、だって来た、みんな見ろ、はい、明日やってみる、だってざっくり予告それよ、来週からって言ってた、明日やるらしいよ。ムベンさん気をつけろ、面白かったから OK です。マスミさん一気にファンになるぞこれは。じゃあお店配信していただくってのも素敵かも。私も思う、明日でもな、あの出品したりっていうのがまだちょっと練習せんとあかんのもあるんかな、キヒカさん分からんですけども、私も分からん。みんなやるってよ、明日っていうざっくり報告な。千春さん気をつけろ、遅れるな。ひまわりさんぼっとすんな、明日携帯離れ戻さず。さとかまさん、でも私もやわ、トイレも行かれんよ、トイレ行っとる間に終わるぞ、それぐらいレアやで。トイレなんてうかうか、あと携帯置いてトイレなんて行かれんぞ、トイレの間に秒で終わるぞ。腕の城さんも頑張ろう。カズミンさんも明日携帯握りしめないと、私も思う。みんな明日は携帯持ってよ。エミコさんだってやるって、だって私のライブ配信中にじゃあ今からやるよって言ってるのにみんなが行けてないんですから。明日やるに行けるわけがない。後回しは禁物、やばいぞ、気をつけろ、充電も気をつけろ。キヒカさん配信何時頃ですか。あのな、私も気になる。明日はずっと本当やで。マスミさん気をつけろ、ムベンさん気をつけろ、ことわかえるさん気をつけろ、ゆてのしろさん、いえ明日やってるお店の雰囲気だけでもぐるって回って配信だといいな。どこ行くにも携帯離せない。ホーメイさんマジだぜ。エミさん、キヒカさん楽しみにしてます、コメントゆっくりじゃないとできないので長めにお願いします。だってエミさん、あのね、私コメントゆっくりじゃなくてもコメントできますよ。私まあまあ、その私もコメントできませんでしたので、エミさん大丈夫やわ、私もできなかったから。いや強えわ、すごいね。明日キヒカさん配信楽しみにしとくね。配信の時間もまたキヒカさんに聞こう。明日ペルトさんの配信にかぶせてくるかも、大いにありえますよ。里鴨さん、私もビビってるからね、大いにありえるよ。わかるじゃん、ペルト配信してるなってわかるじゃん、だっていたのに。そっから一人だけプリンって出て、そっから配信始めるってことは私がいけない確定するのよ。で私のとこにいる人はあれどっちに行ったらいいのってなるのも確定するのよ。でもあの人は配信するの。大物やわ里鴨さん、キヒカさんの凄さわかったでしょ、すごい人ですよっていうのわかったでしょ。みんな明日は娘が帰省予定、娘ほっとくか。ユミヘイさん娘大事、けどキヒカさんの配信は娘ほっといても見れるか謎ですよ。奥野ノエさんお疲れ様です。奥野ノエさん、キヒカさんの配信見れた、見れた、私行ったらさようならって言われて切れたよ。千春さん、配信が貴重すぎて見れた人数えてね、フォロワーたくさんいるのに聞ける人わずかかもね。私もフォロワーだからね、千春さん、そうよ。もうだって始まったと思って行こうと思ったらさようならブチックの可能性大ですからね。いや強え、運営さんが笑っとる、気をつけて。キナルカさん、配信かぶったらペルトさん行く、キヒカさん行くってテンパっちゃう、テンパるな、キヒカさんに行って、キヒカさんが終わっても私やってるからって思うよ。
多分迷ったらキーカさんだわ。だってレア度が違いますもん。私1時間喋りますよ。キーカさん秒で終わるからキーカさんだわ。迷わない迷わない。配信かぶったらキーカさんやで。私かぶったら私いけませんからね。すごいね。でもかぶせてくるんだよあの女は。あ、ごめんなさい、先輩やった。キーカさんはみんなキーカさんに行け。もうキーカさんに行け。行けただけでもラッキーやで。で、行けんかったらいけませんでしたって私のところに帰っておいで。お、締め出された人は締め出されましたって帰っておいで。それぐらい私待っててあげるから。とりあえずキーカさん始まったら秒で行かないと締め出されるよ。コメントも書く暇もらえないからね。すごいぞ、行くぞ秒で。うわぁ、すごいな、強いな、マジで。キーカさんの配信私も見たいっていう話で、もう45分ぐらい喋ったんちゃう。私すごいね。そう、なんか販売会が楽しかったですっていう話をする間もなくキーカさんのでぶっ飛んだね。目覚めたね。私眠たいなと思ってたとこがあったけどぶっ飛びましたわ。で、配信終わってしばらく爆笑しましたわ。で、マネージャーに状況説明よ。マネージャーにどういうことですかって言って、あ、ごめんなさいね、告知をしましたが秒で終わりましたんで、終わりましたの告知もしましたって言ったら、マネージャーがもうどぎも抜いてましたね。13時か20時頃ペルトは何時からするの？ペルトが早いけってアセラさんといて焦ったからかぶってしまう私早いけ言うたかな。言うたらへんわ。焦ってって私行かれへんの分かってんやか、お姉さんよ、ほんまにみんな明日キヒカさん始まったらダッシュやで。13時頃か20時頃らしいですよ。あ、じゃあ私8時から販売会予定してますわ。なんか販売しますわ。なんで13時でお願いします。エミさん、キヒカさん、お見物、ペルトさん終わるまで待ってくれると思いますよね。うん、普通そうだよね。私が焦らせたのが悪かったみたいよ。すごいねでもキーカさんはこれだけビッグな方ですわ。あのな、雲の上の人ですよって私再三にわたってずっと言ってますよ。私3月からずっと言ってます。もうずっと言ってますけど、キヒカさんの雲の上プレイは半端ないよ。キーカさん13時は見れないよ。ムベンさん、はい残念、はいムベンさん無理、はいムベンさん無理、はいムベンさん無理確定。でも心配するな、13時って私いけるよって思ってる私もいけるかわからないからね。見れるかわからない。ここの今のみんなが1時からやるってキーカさんが言ってもみんなが見れるかなって思ってるから大丈夫よムベンさんね。ゆせのしろさんも見れる気しないでしょ。気をつけろみんな、1時前からスタンバっとけ。1時頃だからね。変な話、12時50分に秒で終わってるかもしれないで、みんな1時になって見て待ってたら現れないのよ。いつまでもの可能性もあるから気をつけろ、はあ、先に言っとくわ。私の予想パターンをいろいろ言っとくわ。何しか大物すぎてな、行動が読めない。私も読めない、みんなも読めないと思う。すごいね、本物ってのはこういう感じだよ。エミさん気をつけろ、もうコメント準備しとかなあかんね。言いたいこと早言わな、キヒカさんと話せる機会なんてないよ。かぶせてくるなこれは8時もか、販売会中にか、はいはいって。しかも大丈夫や、販売会で抜けないよ、全然抜けていいよ。てか抜けないとダメだわ。大丈夫、キーガさんの配信終わっても販売会多分まだはい何人やって数えてる間に始まって秒で終わって帰ってきたらまだ何人ってやっとるぐらいだわ。1日すまんないすゆきえさん、明日落ち着かんな、1日スタンバイ。ほめさん、あんたも一日スタンバイやで、明日みんな全員怖いわ。キヒカさんが予想一時は仕事中、ゆきちさん、キヒカさんが12時50分に配信することを祈っとこう。はあ、すごいわ。でも仕事中でも大丈夫かもね。だって1分2分で終わるぞ。ちょっとトイレ行ってきますって言ったらさ、1分2分で配信見れちゃうよ最初から最後まで。スカート変える気がしない、それカズミンさん、スカート変える気が本当に無理。販売一旦中断やね。あ、大丈夫、中断してなくても販売続けてても行って帰ってこれるよ多分おめでとうとか言って、じゃあね、はい出品しますね、ありがとねとかやっとる間に行って帰ってこれるよ多分。里川さん大丈夫やわ。キーカさんがうん分かったって、何が分かったの
5分おきに配信みんなで大変うん分かったの聞き方のうん分かったが何に対して分かったのかが謎やで、ね、みんな気をつけろ、読めないぞ、みんなで大移動しな、大レアキャラよ、みんな行って、全然待つから、私全然待つから行きなって言うわ、もうだってレアキャラすぎてみんな二度と聞けないぞ、はあ、すごいね、スカート変えるんかな明日。私キーカさんがさライバーになりましたのデビューまでは告知もできなくて知ってたけど、だからみんなねライバーになるまで待っててねって心の中で実は思ってたの、本当は思ってたの、待っててくださいねって、必ずかあのキーカさんのスカートまた予定してますんでねっていうのはそういうことだったのけどさ、キーカさんがライバーになったら大丈夫ってあの思ってたのが、キーカさんがライバーになったらますます変えなさそうな雰囲気なんですけど、私すごいね、明日1時より少し早く配信してみる、うんらしいぞ、みんな構えとけ、1時より少し早く配信してみる、構えろ、みんなが今キーンってなったぞ、もうゆきちさんとかキーンってなったぞなあ、気をつけろ、12時59分50秒ぐらいから10秒かもしれない、気をつけろ、うん、そうみんなで大移動、はるかさん頑張って、私も頑張りたいことわかるさん、キヒカさんが何かに納得、そう明日1時より少し早く配信するんやって、ゆずのしろさんわーいやな、頑張ろう、難しい、これは時間が読めなくなった、ますみさんそうなんだよ、いやお姉さん激レア、そうそう、無名さん頑張ろう、13時より少し早め、ますます読めなくなりました、もうみんなもうだって少しってどんぐらいなの、13時もキヒカさん時間かもね、だよカモさん、里カモさんだってさ、これ終わったらキヒカさんとこにじゃあ行ってみようって私言ったよね、これ終わったらみんなで行こう、私も行くからって言ったよね、でも終わる前に行くのよ、それがキヒカさん時間なんだよ、里カモさん、いやすごいね、少しの定義が難しい、うん私も難しい、12時半頃から携帯握りしめて定義少しが微妙、キヒカ時間なんでわかったんだ、里カモさんが本気だからよ、あなたの配信に行きたいの、里カモさん今日行かれんかったからね、本気出しとるぞ里カモさん、みんな構えろっていう告知の話でもう1時間なりそうや、すごいねキヒカさん、あなた大スターやね、キヒカさんの配信が難しい、見れるのが難しいって話で今回終わりですわ、いや私何の告知もできんかったよ、こんな回があってもいいの、いいか、エミさんキヒカさんって笑ってる、すげえ、あれペルトの言ったこと聞いてなかったわ、いやうんいいよ全然いい、キヒカさんの配信が見れるのが難しいことだけはみんなは分かった、明日は1時ちょっと前から配信、キヒカタイムね、みんな頑張ろうね、私見れるかなねえっていう話よ、千春さんも爆笑よ、どうする、みんな見れるの、見れる気してるの、私難しくなったぞ、今日よりも難しい気がしてきたな、すごいね、雲の目の人のすることってやっぱりみんなの予想の上いくねっていうお話でした、じゃあね今日も最後までご視聴いただきまして、ここで終わるわ、もうありがとうございましたね、明日は1時ちょっと前からクラウトキヒカさんがライブ812で激レア配信をされるとのことですので、まだね812にあのログインしてない方はどうかお早めにお早めにお入りください、もうどう考えてもこれはね手慣れた私たちですら聞くことができない激レア配信が始まりますよ、スカート欲しい人、ブラウス欲しい人、多分買えないと思いますけどね、難しすぎて、でも頑張りましょうみんなで、ここはペルチームペルトが一致団結してキヒカさんの配信を見る努力をしましょう、チームワークあると思うんでね頑張りましょうね、会えたらラッキー、阿弥陀くじに当たるよりキヒカさんの配信見れたら超ラッキー、里鴨さんそれな
ると疲れたね。疲れてるよ。いや、あなたの配信の凄さにもうドン引きですわ。やられました。みんなも多分こういう顔してると思うよ。キーカさんの話だけで終わる。それな、終わるわ。キーカさん、でも里上さん、明日頑張ろう。男の意地見したって。お、俺だってねっていうとこ見したって。すがりおさんのとこでうかうかおったら、あの、キーカさんの病で終わるわ。でも帰ってきてもまだすがりおさんがおるわ。そう、ゆでなしろさん頑張ろうね。ゆみへさんも頑張ろうね。ゆきちさんも頑張ろうね。ムベさん、マルシェの話がキーカさんの話で消えた。それな、衝撃すぎました。本命さんも頑張るね。のぞみさんも頑張るよ。すごい優しいお言葉なのに疲れさせてる本人。あの優しいさよならさよならさよならでバシャってぶち乱された45人はどうなん。すごいよね。あ、みゆきさんありがとう。今日はここでおしまい。里鴨さん行くよ。頑張るよ。ますみさんも頑張るね。じゃあ明日もいい一日になりますように。終わりのじゃんけんするよ。せーの、終わりのじゃんけん。千春さん笑った。じゃんけん、じゃんけん、チョキー！ありがとう！おやすみー！